マジで？マジか！どうも、トモハッピーです。新年皆さん、いかがお過ごしでしょうか？僕はというとですね、まだ全然正月気分が抜けないみたいで、さっきね、高田の馬場歩いてて、ふらっとこうバトロコさんに寄ったら、元旦に作られた5000円のね、くじがまだ残ってたんで、そちらをね、6本買ってきちゃいました。はい、でどんな感じのくじなのよっていうと、5000円でカードがね、2枚だけ入ってるっていうくじで、当たりはね、こんな感じ。おいしょっと、はい、こんな感じでグルランドのね、森とか、あとデュアルランドとか、だからね、ジェイスとか、もういろいろ1万円オーバーのカードがね、いろいろ出ちゃう可能性あるっていう、まあ見本はね、多分一例に過ぎないと思うんで、結構5000円なんでね、外れでも結構いいの出ちゃうんじゃないかなっていう感じで、では早速楽しく浮いていきたいと思います。1パック目、はい、いきます。せーの、ドドン。これは多分スペーサーだと思うんで、こっちが当たり。大体みんなこう引くよね、こう引くよね。ハートフネスあるかないかとかね、言っちゃいましょう。ない。赤、マナコストは5。お、スルーザブリーチ神川バージョン再録されてどれぐらいになったんでしょうかね。はい、3500円。まあ、ちょっと外れな、ブリかもしれないですね。再録されてさすがに安くなっちゃったっていう。はい、2パック目、せーの。あれ、なんかコモンっぽい、あんこもはい、石打つ。どっちか分かって上がったー言うて。はい、いきます。トゥ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 。お、ホイール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 、熱い。ホイールでパワータフネスあって、ホイールでパワータフネスあって、土地っぽいドライヤードのあずまいじゃないか。あ、違う、エムラクール。おー、エムラクール、いいんじゃないですか。エムラクールプロモ状態もいいですね。これはなかなかいいんじゃない。5000円ぐらいするんじゃないですか。3000円、下がったね。さあ、こっちかな、こっちがいいのかな。なんかちょっと見えてるんだけど、デュエマみたいにちょっと見えてた。ちょっと熱そうだな、この見え方は。だって黒枠じゃないもん、黒枠がないもん。っていうことは、黒枠でも銀枠でもなかった。っていうことは、いきます、ドドン。パクトオブネゲーション、マスターピース。これどうなんだろうな、いいカードっすよね。ゼロマナカウンター、ただ次のアップキープに5マナ払わないと死んじゃうよって、ゲーム負けちゃうよっていう、かなりデメリットもメリットもすごい大きいカードですね。いくらでしょう。6500円です。おっ、6500円、やった。多分小当たりですね。小当たりきた。はい、あと3枚、あと3パック。はい、いきます。お、これはちゃんと黒枠、ちゃんと黒枠です。お、これはプレイズウォーカー中性地さん、え、中性地さんのプレイズウォーカー、そしてジェイソン・チャンイラストレーター、ジェイス・ザ・マインド・スカルプター、イエーイ。日本語版、しかも日本語版、マスターズ25周年記念マスターズのジェイス、ヒットー、イエース、イエース。これ倍ぐらいするよね、確か1万円ぐらいする。おいくら。1万4000円。1万4000円、やりました。1万4000円、バトロコ神、バトロコさん神。さあ、胴体めっちゃ綺麗です。おお、あった。はい、今もう2万7000円分出てるってことは、もう価値観大丈夫。いきます、5パック目。ででん、おお、血染めの月。わあ、もう安いか、さすが再録されすぎた、再録されすぎちゃった気がする。血染めの月、でも備品、全部備品、初代モダンマスターズの血染めの月出ました。2600円。おー、惜しい。2800円だと思った。ってことは今ちょうど3万円ぐらい、29600円。さあ、じゃあね、このカードしたいですね今日ね。初のマジックオリパ開封、笑顔で終われるか。いきます、下からいこうかな。白枠じゃない。お、フレンズウォーカー、え、青い、ジェイソンちゃんって書いてある。マジで、マジか、マジかや、ジェイス2枚目。おお、熱っ。ワールドメイク英語版、すごっ。バト
さんすごいな、もっと買ってこようか。はい、おいくら？1万5000円。1万5000円。おお、いやー、いい年になりそうっす、今年は。やったー、ダブルジェイス、まさかの。すごいな、状態も結構いいですね。さすがは元旦に作られたくじ。やっぱりね、1年間の中でね、その全部フラットに力入れるかって言ったら、やっぱ福袋とかね、元旦に作られたくじ、オリパーとかのかね、なんか期待しちゃいますよね。はい、ってことで今回バトロコさんで買ってきた5000円のくじ6パック3万円分ですね。はい、結果はバクアドでした。結果はね、合計44,600円。なんかジェース2枚出たの驚きましたね。普通ね、当たり2枚出ても大体別のカードですよね、オリパーだったらね。なかなか大盤振る舞いですね。新年らしいくじでした。結構バトロコさんのくじ爆破の可能性あるんで、またちょっとねちょくちょく行って買わせてもらいたいと思います。ついでにね、ハレリアにもオリパとか詰め合わせとかあるんで、ぜひよかったら買ってみてください。トマピーでした。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。こちらおすすめ動画です。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。